私がどんなにあなたを愛しているか知れないのに、私を探さないで、こんな平凡な人を連れていらっしって、愛ぶなさるのはあまりにひどい、恨めしい方、と言って、横にいる女に手をかけて起こそうとする、こんな光景を見た。苦しい、襲われた気持ちになって、すぐ起きると、その時に火が消えた。不気味なので、太刀を引き抜いて、枕元に置いて、それから右近を起こした。右近も、恐ろしくてならぬというふうで、近くへ出てきた。綿殿にいる殿井の人を起こして、ろうそくをつけてくるように言うがいい。どうしてそんなところまで参れるものでございますか、くろうて。子供らしいじゃないか。笑って源氏が手をたたくと、それが反響になった。限りない気味悪さである。しかも、その音を聞きつけてくる者は誰もいない。優雅は非常に怖がって震えていて、どうすればいいだろうと思う風である。汗をずっぷりとかいて、意識のありなしも疑わしい。非常に物恐れをなさいますご性質ですから、どんなお気持ちがなさるのでございましょうか、と右近も言った。弱々しい人で、今日の昼間も部屋の中を見回すことができずに、空ばかり眺めていたのであるから、と思うと、源氏はかわいそうでならなかった。私が言って、人を起こそう。手をたたくと、やまびこがしてうるさくてならない。しばらくの間、ここへ寄っていてくれ、と言って、右近を寝床の方へ引き寄せておいて、両側の妻戸の口へ出て、戸を押し開けたのと同時に、綿殿についていた火も消えた。少し風が吹いている。こんな夜に寺社は少なくて、しかも有竹の人は寝てしまっていた。院の預かり役の息子で、平勢源氏が手元で使っていた若い男、それから侍わらわが一人、例の随身、それだけが殿居をしていたのである。源氏が呼ぶと返事をして起きてきた。ろうそくをつけて参れ、随身に弓のつる打ちをして、絶えず声を出して、魔性に備えるように命じてくれ。こんな寂しいところで安心をして寝ていいわけはない。先刻、これ光が来たと言っていたがどうしたか。参っておりましたが、ご用事もないから、夜明けにお迎えに参ると申して帰りましてございます。こう源氏と問答したのは、御所の滝口に勤めている男であったから、専門家的に譲るを鳴らして、火危なし、火危なし、と言いながら、父である預かり役の住まいの方へ行った。源氏はこの時刻の御所を持った。天上の殿井役人が声明を奏上する名題面はもう終わっているだろう。滝口の武士の殿井の奏上がある頃であると、
こんなことを思ったところを見ると、まだそう信仰でなかったに違いない。寝室へ帰って、暗がりの中で手を探ると、ユーガオは元のままの姿で寝ていて、ウコンがそのそばでうつ伏せになっていた。どうしたのだ、気違いじみた怖がりようだ。こんな荒れた家などというものは、狐などが人を脅して怖がらせるのだよ。私がおれば、そんなものに驚かさればしないよ、と言って、源氏はウコンを引き起こした。